じゃあ結構世界から見てもそういう解きたい現象が日本の周りにゴロゴロ転がってるっていうのが日本の一番の強みみたいなところはありますかね。僕は、ね、こういう海に海を見てほしいですよね。こういうね乗ることによってね、あれ僕のところに今いる異性の一人はそれで来たんですから、それで来たんですから、それで来たんですから、おお、そうですね。でここに一文字があるんで一文字増えてるわけですよ。でこれを終えた時に感じたら確かにそうですね。でこれこそ皆さんに感じてほしいところ、はい、こういうのができるそうだねこれ確かにそれ知りたいんだ。すっごいシンプルな図なんですけどね。なるほど、あ、それすごいですね。黒潮を離れた時にそのメカニズムってあるのが面白いことってないですよね。確かにこれは幻想論的に黒潮の蛇行を生むんだけども、こんなメカニズムがここにあったのかっていうところだけでもすごく面白い。普通にこれから入ってくる中高生たちのゴールドラッシュの時代だという。でも本当に海洋学がこれからすごいこう伸びていくというか広がっていく感じが、本当ですか、伸びしろを感じるような感じだったんだなって。 XCP はさっき言ったちょっとあのこういう24時間でくるくる回ってるのを測るのは、あのことしてるエクスペンダブルカレントプロファイラーっていうのがまさにこの原理で、ああそういうのがあるのか、そうか知らなかった。すげえ、いやかっこいい、ダントツでかっこいい、メイドインジャパンです。これはね、これは大丈夫、これは大丈夫です、ね、これがだから何に分からないと大事なんですよ。こういうのが他の分野でも同じ熱を持ってみんなやってるってことですよね。こういう